RPS が切り上がるかどうかって、そうだね、理論値が上がってくると日経平均の目先の高値ラインが切り上がるから、今の目先割高感ってところが若干修正されるんだけど、それがどんだけ入るかどうかするよね。日銀が動いたらね、金利も上がって銀行株またどいづいてくる可能性があるので、それが年の前半動くかどうかで来るかもしれない言われてるわけでしょ。今買いの手は入れてないっすよ。ちなみにゴールデンクロスが見えてるからね、このね、バンドオフだもんね。バンドオフ終了サインまで上がってくるでしょ。はい、皆さんこんばんは。1月の21日の夜の10時だね。ライブ配信やっていきましょうか。まあ日経平均先物上がってるからね、明日ちょっと期待したいね。で、 PR16 倍の理論値が 36,500 円近辺かな、まあそこあたりに存在してるから、そこにタッチして抜けるのか、また上の、そこで頭取って下がってくるのか、ちゃんと様子見ないといけないんだけども、 EPS の切り上げね、理論値が上昇すると上昇幅がね、拡大してくる可能性があるから、そこだけ読みながら、しっかりと個別対応やっていきましょうか。いうわけで皆さん改めましてこんばんは。さあやってこっかね。ショートカバー炸裂してくんのかな。また一本抜けてから。で、PR16 倍のラインかな。36,511 円に存在してるんで、そこ抜けてくるかどうかだよね。で、抜けてもさらに上がってくるかどうかはイフなんで、はっきり言って、ね、目先の割高感っていうところは意識してやってった方がいいのかなっていうふうには思います。はい、僕に関してはもうね、利益確定売りしながら持ち越す分に関しては持ち越してるからさ。うん。上がってくれる分に関しては全然構わへんし、もし2月に向かって下がってくるようやったら、また後輩と銘柄をね、ちょっと仕込みに行きたいなっていうふうには思ってるから。もう今から半導体持つの諦めるしかないかな、ないかって、そうだね。結構ぶっ飛んでるからね。俺の持ってる半導体株が爆上げしてるけどさ。てか AI 絡みが強いよね、やっぱしね。うん。そこあたりが全体引っ張ってますね。EPS が切り上がるかどうかって、そうだね、高木さんね。日経平均の1株当たり利益が今2280数円なんで、80円ちょっとだよね。なんで、これが2300、2350とか、まあそういった形でこう、理論値が上がってくると、日経平均の目先の高値ラインが切り上がるから、そうなってくるとね、今のラインを今の目先割高感ってところが若干修正されるんだけど、それがどんだけ入るかどうかっすよね。今回の決算で。はい。信用買い多いと決算プレイしたくないって、そうだね。信用買いが多いと決算プレイはしたくないね。基本的にはね。いい決算が出てくるんならいいんですけど、本当にもう市場の期待を大きく裏切るような決算が、需給の悪い銘柄でぶっ飛んでくると、下の方に突っ込んでくるからね。暴落の可能性が高まるから、需給の悪い銘柄に関しては、若干スライス入れておくとか、ちょっと工夫入れしてたら、ちょっとなんていうかな、安全マージン引けていいんじゃないかなっていうふうに思いますけど。はい。何?ディスコもレーザーも決算に向けて上げるので、決算後下げなのかなって。そうだね。噂で買って事実で売るパターンになるかどうかですね。決算期待で、レーザーとかあそこあたりも、また今日、先週末か、上がってきてるので、2日連投してるんで、決算に向けて上がって、決算に向かって、決算に下がるのかな、結果出てから。でもアメリカの方さ、すんなりこう、まあでもアメリカの方もそうだもんな。決算に向かって上がってってる流れだもんな。うん。こんばんは、よろしくお願いします。で、白玉さん、トラキさんこんばんは。ソシオの決算25日ですね。スライス後に少し持って、またぎますね。COTA さん、それでいいと思う。はい。組合価格、ランランさんのやつ、4996。あんま持ってこない株だね。みんなが。これをどうするってこと?これを買ってるのか、持ってるのか持ってないのか、買おうとしてるのか、どうしようとしてる、含み損なのかわかんないんで、なんとも言えないですけど、ちっちゃい株?うん。決算の時急落してるから、決算また肝になってきそうな感じするけどね。銘柄コードが4996。ちょっといろいろバリエーションとか見して。1141億の株ね。PR9.3、PBR0.77 倍、配当利回り 3.26%、需給が 6.51 倍だね。で、PBR が 0.77 倍なので、これちょっと時間かけてやっていくみたいな感じじゃないの?時間かけて。はい。結構急落してるから時間かかると思うんですけどね。日経平均の上昇に対してもリアクション薄いし、化学でしょ?化学系は、ちょっと弱いから、で、次の決算が3月なんだけども、ここまでは、ここの断続的なデッドクロス形成が入りそうなので、言ってもボリバンのプラス2シグマぐらいかなって思ったりするけどね。はい。ニコさん、組合価格この前の急落以降、ちょくちょくチャット欄で見かけるようになったけど、配当関係で裏切れた感もあって、大幅下落した気があって、あー、そうなんだ。チャット欄で、うちのライブのチャットってこと?うん。まあでも、やるかやらないかで言うと、まあ、中長期 PBR が 0.7
3.77 倍だから、ただし配取り回りが 3.26% だけなんで、ちょっとあれだよねって感じだよね。はい。パナソニック2さん。パナソニックは PBR 一倍割れなので、ちょっと長めに持つ感じですね。また PBR 一倍まで戻ってくるかもしれないし。はい。毎回言ってる通りですね。パナ、1400円で200株持っています。分析お願いします。三角持ち合いっぽいので、これ決算まではもう動かないような気がします。マックDデッドクロス形成しそうなんだけど、三角持ち合いの最終到着点意識でいきましょうか。日経平均先物が今300円上がってるから、週頭はね、明日は上がってきそうな気するんだけど、結局のところやっぱ三角持ち合いなんで、で、ここでしょ？うん。もう決算プレイなんじゃないですか。はい。最終超到着点がここだから。ただ、PBR が1倍割れてるので、ちょっと長めにやる感じだよね。前もその PBR1 倍ラインまで上がったから、この銘柄は。うん。ちょっといつの段階になるかわかんないけども、PBR0.75 倍だから、それを見て、少し三角持ち合い決算の時に、上抜けるか下抜けるか見ていくっていう形になると思う。うん。なんか三角持ち合いの形成されてる波動的なところではそんな感じだよね。うん。はい。で、電源回数2500円までやっとで買ってるってことは、ここで買ってたってことですね。戻したら売りですね。はい。戻ったら売りですね。一旦損切り手直し上狙っちゃダメっすね。多少のただ決算プレイなんで、もうこれね。うん。もう1月末まで残り1週間で元に戻すか、1、2週間で元に戻すかどうかっていうのは、1週間ぐらい戻すかどうかってわかんないんだけども、戻ったんだったら一旦もう、正直合わせれば、そっから上がったらごめん。でも間違えたんでしょ、エントリータイミング。2500円ってことは、ここあたりで買ってるってことっすよね。で、下突っ込んだわけじゃないですか。やったら、一旦手仕舞い。うん。1割、2割下がったんでしょ ?1 割ぐらい下がって、1割 15% ぐらい一旦下がってからやっと戻ってきたんでしょ？うん。そっから上がったとしても、それはラッキーなだけです。実力でも何でもないので、元に戻ったら、切る。はい、そんな感じかな。うん。テスラ。はい。縦根近くまで下がってきましたが、決算前に逃げた方がいいでしょうか？縦根信用ってこと？米国をテスラ信用で買ってるってことですか？ようやりますね。米国の信用。俺やらへんけど。はい、もう俺起きてられへん、うん。朝まで起きるとかしんどい。いや、なんか作業しながらとかならば別にあれなのかもしんないんだけど、テスラはこれ決算に向かって下がってくる流れだから、決算で上がってくる可能性もあるんですよ。でもこれね、まあ、利益率の低下は多分出てくると思うので、なんとも言えないですよね。でも決算超反発したので、僕上がるも下がるも言いようがないですけどね。だから決算次第だよねぐらいだから、だから基本決算プレイするかどうかなんじゃないんですか。下落方向にバンド中なんで、その流れが止まらないと戻ってくる可能性は限りなくやっぱし低いけどね。バンドーク日柄調整が入ってっていう流れで、僕はやっぱ米国株はあたふたしたくないので、現物だけっすね、やってるのは。信用でやってないっすね。あるのは知ってるで、ただなんかやるつもりないから調べてもね、信用のやり方普通にやるだけでしょ。日本で一緒っしょ、やらないね俺信用は。なんか起きた時さあ、もう寝れないよマジで。なんか起きた時寝れないで、米国株。なんか信用やってていきなり急落バーンってして、朝なんていうか夜中すっごい激しい動きした時って思うんすけどね。日本株だけで十分っすわ。はい。米国株信用は怖い、ストップ安ないしって、まあね、ストップ安ストップ高の概念ないからね。はい。まあそんな感じだね。でもしこれ決算に向かってなんかすっごいネガティブインパクトとか入ってくるならば、長期の移動平均線が200日ラインと断続的なデッドクロス形成になり得るので、そうなっちゃうと下行っちゃうかもしれないね。RSI はあれだけど、あれちょっと待って。ストキャスティックスとかが出てなかった。昨日のメンバーライブの設定のまんまやった。ごめん。はい。次やっていこっかね。みずほフィナンシャルグループ、たかしさん、8411ですね。はい。8411。買いたいのですが、タイミング的にどうでしょうか？10% ぐらい上がってるよ。どうでしょうか？ここが、ここあたりのラインが、ちなみに、買いのラインです。ここを抜けた段階でですね。初動見逃してるんですよね。ここかな？ MACD ゴールデンクロス形成して。あれ、爆撃戦略5のパターンだね。に似てるよね。爆撃戦略5のパターンに似てはいるよ。RSI の上抜けと MACD のゴールデンクロス形成が同時期に入って、上抜けて、で、ちょっとね、一歩に細いんだ。まあ、とりあえずそうだね。明日見てじゃないっすか。
日銀が動いたらね、金利も上がって、銀行株また同意づいてくる可能性があるので、それが年の前半どっかの段階で来るかもしれない言われてるわけでしょ、うん、それ期待して買ってくっていう形になると思うんですけど、僕その今買いの手は入れてないっすよ、ちなみに。うん、PR16 倍のライン日経平均近いので、またどっかその押したタイミングで買いたいな、か決算がいい銘柄で、初動を取りに行きたいなとか、そういったところっすね、今考えてるのは。別にその追加で今この段階でなんか買うっていうマインドは、ちょっとそのデイトレで一回つついてみるのはいいかもしんないけど、はい。っていう感じですね。うん。はい。ガンダムコレクションが充実してきてるって、そうでしょ？ガンダム普及中ってそう、みんなに普及してるんだ。はい。こんな感じですね。僕、その今買うつもりないっすね。どっちかというと、その利益確定売りを少しずつ入れて、残りで上試しているっていう段階なので、こっから日経平均がさらにその36,500円を超えて上がってくるかどうかって、もう決算次第なんですよ。日経平均の EPS がどんだけ切り上がってくるかどうかだと思ってるから、いや、どうなんだろうね。PR16.5 とか17とかさすがにいかへんよね。チャイナマネーが大暴れすんの。相場嵐に来んの？チャイナマネーが。どうなんだろう。海外投資から9000億円相当、日本株現金で買ってるんですけど、で、今その米国株も上がって強いわけじゃないですか。この流れが続くの。続いて 16.5 とか17倍とかいったら、本当にまあ、異常値の中で上がっていく感じになるから、まあ嬉しいけどさ、持ってるやつが上がっていくんで。どうなるかだよね、本当にね。そんな感じです。はい。とりあえず、ついてみたら明日。はい。売り抜けて下落を眺める側になりたいって。ね、売り抜けてから、まあ、段階的にこう、スライスして売り上がってますけど、通算力の源ホールディングス。ありがとうございますと。はい。大好物です。一風堂。はい。1499円で600円持ってます。分析お願いします。上がってほしいねと思うけど、ここからはもうあんま動かんへんと思う。断続的なデッドクロス形成なんで。はい。200日ラインと、50日、75日デッドクロス形成して、100日移動平均線のデッドクロス形成も近いんですけど、もうここからは、もう決算の力借りないと上がんないと思う。と思う。おそらく。はい。おそらくね。で、バンドの幅のレンジ内での動きでしょ？日経平均が全然上がってないのに上がって、日経平均上がってるのに逆の動きしてるでしょ？弱いよね。はい。ちょっとここ、横横の動きなんじゃないかなって気するけどね。はい。ユノさん、ポジ消化してる段階だけど、上がっても気持ち？基本持ち体制で決めたって。うん。僕もその、はい。持ち越す分に関しては持ち越しますよ。てか持ち越してるし、普通に。ちゃんとその、安全マージン引きながら、一部利益確定より大きく上がってる銘柄に関しては入れたりとか、剥離のものに関してはもう、で、とっくに一旦手放して、下げる前に一旦日経平均下がる前に手放してたりとかしてるし、剥離の銘柄、全然その弱いっすよね、今の相場の中でね。一風堂上がってほしいけどね。大好物だからね。ラーメン食いてえな。はい。うまかっちゃうしかない。夜ご飯食べてないんだよ。おにぎり1個2個食べただけ。これヘッド&ショルダーの形も少し見えるので、もし上がったとしても、この下値ライン割ってくると下向き方向の行きやすいよねってところ覚えておきましょう。はい。そんな感じです。バリカタ派ですって。俺もバリカタ。で、なんだったっけな、あそこ。なんとかゲン。マルゲンは粉落とし派です。粉落とし派です。マルゲンに関しては。肉そば。粉落としっすね。新ニーサって、多くがオルカンと S&P500 みたいだけど、米国株でしょ？はい、そうっすね。何々？日銀は株価上がったタイミングでしか金利を上げられないと考えて、サプライズで動くなんてこともあります。てんかね、あるとしてもよ、もう予定があるとアナウンスとかあると思いますかって。市場と対話してからでしょうね。はい。バンダイナムコ73、ん？チャチャさんのやつか。オッケー。なって、今見えた。ごめんね。7832。ならぬなと思って。バンダイナムコお願いします。3066円で、200個持ってます。動きが悪いのでどうでしょうか。200日ラインで一旦下がるのは、わかります。はい。200日ラインで頭取って下がるのわかります。どこでこれ入れたかなんすよ、買いの手を。200日ラインぐらいで買ってたんだったら、一旦それ利益確定売りのポジションなんすよ。メンバーライブの、何番やったっけ？シャープ107やったっけ？レオの9も10個か。はい。
そこを見ながらやりましょう。はい。そしたら、なんで200日ラインで頭取って下がってるのかがわかりますと。このパターンにおいてはね。で、バンドオフ日柄調整が入って、パラボリック、マックディア、下落トレンドを形成すると、一旦ボリバーの中央線25日までの下落圧力が入りやすい。で、日経平均先物今300円上がってるんだけど、まあ、大体その半導体株強いよねってところの動きだと思うから、バンダムが上がってくるかどうかっすよね。バンダイの向こうが。って感じがするよ。一旦そのバンドク終了後の動きで動くんじゃないの？期待値的なところで言うと。まあ日経上がってるからちょっと上がってほしいなと思うけど、そのバンダムに関してはバンドク終了後の動きが入ってるよねって感じですね。で、200日ラインで頭取って下がるのはなんとなくわかる。ここは利確のタイミングだから。そこでエントリーしてしまったんならば、ちょっとその修正する箇所があると思うよ。はい。そんな感じです。日本特殊工業。はい。2605円で100株だけ残っています。おお、いいんじゃないですか、そのまま取って。以前300株持っていて200株上がりました。その後下落したので100株持っていました。また上がってきたのでそろそろ売った方がいいでしょうか。3月配当だからまだ上がるでしょうかって。売るか、値上がり取りたいのかどうかなんですけど、別に2600円で買ってるんやったらそのまま放置でも構わへんと思う。うん。はい。構わへんとは思う。レッドゾーンここね。4241であったり、4417であったり。明確に下がってきてから売っても遅くないんじゃないですか。別にその、めっちゃ安いとこで2600円ぐらいで買えてるんやったら、かなりのパーセンテージ稼げてるわけじゃないですか。別に残しててもいいと思うけどね、ポートフォリオの中に。配当もあるわけでしょ。無理にその200株もう300のうち200株切り離して売ってしまってるんやったら無理に含み益が課題に乗っかってる銘柄売る必要ないですけどね。配当利回り 4.06% 高いじゃないですか。放置しとこっか。はい。値上がり益取りたいんやったら売っても構わへんと思うけど、別にその売る必要ないし、この利幅を、含み益を見たら、そのパーセンテージ考えたら、で、配当利回りも多分相当高いでしょ？今の 4% ってことは 5%、6% ぐらいの配当利回り。もうちょっとかな？あ、じゃないですか。だったら100貫持っとけばいいんじゃないの？で、他の、残ってる金額で他のところ、含み益がめちゃめちゃ乗っかってる銘柄で、高配当でってやつは、長期的な目線でちょっと運用してみたらどうすか。まあ、ないものと思って、見てしまって売りたくなるんやったら、例えばその口座を開けるとか移管してから。移管手数料はちょっとかかるとは思うんだけども、まあ、高は知れてるんでね。はい。いくらかな移管手数料って、証券会社によって異なるけどさ。長期放置数って、そうだね。基本的に2600で買ったものが3934まで跳ねて、4% の配当利回りだったら、まあ、そのまんま放置でいいと思うけどね。はい。そんな感じです。ケンタロウさん、6526、ソシオネクスト。おい、ソシオ好きだね、みんなね。2929円で200株買いました。あー、半導体の中では上がってきてないのです。どうしようか分析お願いします。まあ、300円上がってるし、半導体株が上がってきてるから、全体的に。上がって、来やすいかどうかっていうと期待値はあるんだけど買うタイミングなんだよなあ、風か、びっくりした。なんか外でそのビニールの音がしたから何かなと思ったら風でした。びっくりした。誰かおるかなと思った一瞬とね、200日ラインは安いところで買ってる人は利確しとったら一部みたいな感じでアドバイスしてるんですよ、念のために。で、残りで上試していこうかみたいな感じ。はい、そうだねまあ下見てからじゃないですか。はい、200日で一部利確なんですよ、タッチした段階で。でも半導体株が強いからね、この流れで上がってくるかもわからへんし、まあ、とりあえずそのバンド終了の流れ見ましょうか。はい。決算怖いですよねって、決算プレイだけがね、ここだからね、1月の30だからね、残りその1週間なわけでしょ。最悪200日あたりで横横の動きかもしれへん、明日の動き次第だけど。で、決算プレイでウェイクかしたいかっていう、まあ、そういったその超反爆心に乗るみたいな形になるかなと思います。はい、そんな感じです。決算怖くて200日で売っちゃったって、それも一つやり方なんじゃないの。はい、自信があるんだったらやっていいと思う。リレック本当に上がってほしいです。日経の PR が16になってしまう前にって。リレックはもう決算プレイなんじゃないですか？今週じゃないですか？決算が1月の24日じゃないですか？そこを見てからだと思うよ。マンボウさん、7267。7267。リレックはなんかその、長期的な目線っぽいけどね。やったら、少しスライス入れとくなり、工夫しとけばいいんじゃないですか。ホンダ、1628円で、3000株保有してます。分析お願いします。1628円で、3000株持ってます。分析お願いします。1628円です。いつ買ったのかわかんない、俺これ。いつ買ったの？一時はあれさ、マックD。なんか、ここあたり、1600円、ここあたりぐらい買ってて、一旦急落して、やっと戻ってきたってことならば、ここから上がると思って買ったら、下行っちゃったってことならば、一
旦その半分手締まうなり半分売るなりしてポジション調整でここで買ったってことならば、5日と100日のゴールデンクロス形成が入りそうだからね、ここ見てからだよね。フィボナッチの 61.8% 戻しラインがここなんで1650円ぐらいなんで、ここからその逆ヘッド&ショルダーの形形成してきたらおもろいですけどね。初動の段階はちなみにまあこういったところ、はい、なんだけど、ここ抜けてから上がってんだよね。ホンダは少し持ってますけど値動きパッとしないですねって、値動きがね先週も下がっちゃってるからね、上げて下がってるからね。ニデック人気あるなーって、もうニデックは決算プレイよ。やるかやらないかやっぱその人それぞれなんじゃないですか、そこに関しては決算プレイを。ニデックはもうここからもう決算プレイだと思うけどね。はい、決算に関してはいいもの出てくるかどうかは分かんないのでやるかどう、てかその今のシーズンもほぼほぼ決算プレイ状態になりつつあるんだけど、やるかやらないかは、はい、もう銘柄によるかなってところですね。はい、そんな感じです。まあここでかまあそんな感じかな、ちょっとその分かりにくいね。ここから上がるかどうか F やね。まあ、5日と100日とゴールデンクロス形成した後のリアクション見ましょうか。とりあえず日経平均先物が今300円上がってるので、ホンダがまあ上がって一目の上限この赤のライン抜けて5日と100日ゴールデンクロス形成するならば、一旦ねやっぱりこのフィボナッチの 61.8% 戻しラインの1660ぐらいかそこまで上がってみたいな感じだけどさ、利回りはいいし下がるなら3月に向けて買い場になるよなって。何が、キリタンさんスクエニ9684 OK、 4807円で200株保有しています。あーおめでとうございます福明記。はい、信用改ざんが整理されてきてます。200日で頭取られてます。パラボリックも上昇トレンド終わりだと思いますが、信用逆転はないですかね。信用逆転まあ一部利確してたらいいんじゃないですか、200日タッチしたんだったら。はい、少しだけ利益確定売りして200持ってるんやったら100だけ切り離して残りで上試すような流れかな。信用の整理は済んでるで、信用の逆転は起こんないですね今のところ。売りと買いの逆転は起こんないですね。19で、そうだね、信用改ざんがだいぶ整理されてるからね。で、決算がもう目の前に来てるんだけど、再来週ぐらいかな？はい。やっぱし、リバース期待っていうのもあると思うんだよね。ファイナルファンタジー7の。来月2月に発売されるので、その期待で1月ぐらいからこう、どん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 上げてってる流れじゃないですか。まあ、昨年末ぐらいからかな。はい。で、窓埋めはまだしてないんだよね。ただね、一応バンドオフ日柄調整入ってるんで。はい。まあ、ここあたり一部売っとけば、そんな感じがします。一部売っとく。まあ、スライス。で、残り上倒すみたいな感じで。はい。そんな感じです。スクエニロケットって。そうだね。上昇方向にバンドオフで一気に吹っ飛んでったね。上に。分集法怖いわって。何の話、俺ちょっとそこあたり読めてない。なんかあったの、ファイナルファンタジー7アドベントシルドレンも上映されてますよねって。あ、そうなんだ、アドベントシルドレン出てるんだ。2パターンあるんですよね、アドベントシルドレンはね。見てほしい、ぜひとも。あれね、映画化されたんで、ファイナルファンタジーの、すっごいよ、CG が。僕が、中学生か高校生ぐらいの時に、中学生だったっけな、高校生、忘れたんだけど、もう十数年前に、CG 作って、もう映画で確かノミネートもされてるよね。そんだけやっぱし、すっごいやつだったから、はい。9104。商船三井は決算後下がりそうでしょうか？知らへん、そんなん。決算後下がりそうでしょうか？知らへんがな。どんな決算ぶっ飛んでくるかどうか知らへんがな。はい。決算後下がりそうでしょうかどうかって。俺、神様じゃないので、わからん、そんな。BPS ライン近いからあれだけどさ。はい、何育毛中級兵、兵さん8593。はい。三菱 AC。はい。キャピタル709円で500貨持ってます。今後どうでしょうか？ 709 円で500貨持ってます。はい。売る必要はないですね。今のところもう少し見ましょう。709円で 30% ぐらい、30%、40% ぐらいアドバンテージがある状態で、焦る必要ないです。はい。もう少し持ちましょう。今のところそんだけ含み益あるんやったら売る必要もないので、明確に下げていく。なんか変な動きするまではですね。PBR、PR 見てもいいと思う。持っときましょう。はい。どうでしょうか？考えなくていいです、今の段階で。はい。持っときましょう。後輩取り回りで PBR 一枚割れで、決算に向かって右往左往してますけど、今のところ大丈夫だと思います。はい。連想を2180円で、1000回持ってますと、はい。2180円、ここあたりだね。分析お願いします。決算なんだよね。5日と200日のゴールデンクロス組んで、すぐデッドクロス組んでるのか。そうだね。聞いてるんだもんね。
RSI の上値ラインが抜けて、ここで一旦その、ボトム取って上がっていくパターンだよね。このパターン出てるんだったら、まだちょっと切り返してくる可能性があるから、もう少し見よっか。61.8% 戻しライン、とりあえず。5日とここのゴールデンクロス形成また入りそうだからね。もう一日見よう。これ見て、パッと見て、なんとも言えないんだけど、断続的なデッドクロス形成が、100日移動平均線が重要とも言えないし、今の段階において、もう一日見よっか。ね、もう一日二日見よっか。明確なパターンないんすよ。トキャン別に金塚もないし、RSI も MACD も別に今怪しい動きしてないし。で、100日移動平均線っていうよりも、で、頭を抑えられてるっていう感覚も今んとこないし、もうちょっと見よう。それでいいと思う。連想下げたなーって、下げたところは上がってるけど、だいぶね。はい。DR17 倍とか無理でしょう。俺一回変と思うんだけど、そこまでさすがに。いや、行くなら、行ったら、ちょっとその、イレギュラーな相場になると思う。よほどその、チャイナマネーが大量にこう、際限なく入ってくるとか、なんかないと、あれなんじゃないかなと思うんですけどね。PR16 倍超えてからさらに上がってくるって、俺ここからちょっと IF なんで、IF っていうかもう、上がるかどうかはっきり言って、わかんないんで、PR16 倍抜けてからさらに上がってくるかどうかっての目先の過熱感はやっぱしバチクソあるから、で PR16.1 倍かな、昨日出した動画あるじゃないですか。そこで書いてるの話してるので、そこのところはねちょっとピックアップして見とってほしいんだけど、一つ計算式上げてるんですよ。そこのラインでいくとなんぼだ、待ってね、出ることのこのぐらいか、36,700円近辺あったっけ確か。IF ですわって。そう、ホライゾン553、ここからその上がっていくかどうかに関しては期待値的なところでやっぱし確率が低いんだよね。要はその PR16 倍のライン抜けて上がるかどうかに関しては期待値は低いんすよ。いや、抜けていく可能性はあるよ。ゼロとは言い切らへん。なんかそのいろんなファクターが重なって上がっていく可能性あるんだけども、ただ論理的に考えるならば、やっぱりその EPS の切り上げを、いわゆる日経平均の理論値の切り上げを伴ってこないと、さらに上の水準というのは、やっぱりその少しワンステップ、ツーステップ踏まないと無理なのかなっていうふうに思うから、どうなんだろうね。エンリルティアさん、結果論ですが、6月までの日経平均をどう見てますか？どういうこと？理論値を上げてほしいなって。そうですね、理論値を上げてほしいですね。アイアンドローさん、今日やっとスプレッドシートで夕方の配信と同じデータ形にできた、計算して苦戦したって。お疲れ様です。あれ作っとってね、必ずね。はい、なんか、まあ、とりあえず、そんな感じですわ。ポートフォリオ見ながら、うわ、こうなったら全面高値掴みか、と思う瞬間が辛いです、おすぎさんって。まあ、とりあえず、高値掴みだけは、しないように注意していきましょうか。理論値上がるかどうかは結果次第だもんね、はっきり言ってね。アジアナンバーワンマーケットに返り咲くシナリオなら何があってもおかしくないけど、一気には無理でしょうねって、さすがにね、一気には、っていうよりも、一旦過熱感を修正した後に上がってってほしいなってのがある、個人的には。4063、新越。はい、新越価格ね。5015円で100株持ってると。5800円で100株利確、今後再上場はどのぐらいまで分析し、決算したいじゃないですか。ここからも決算プレイなので、決算もだって1月26日じゃないですか。もしここで決算良かったとか、そういった形になるんだったら、こんな形見えるよね。レッドゾーン、はい、前引いてたレッドゾーンはここもあったんだけど、ここ変更で、あら、消えちゃった。こっちのライン消してって、こっちも消して、まあ6450から6836とか、はい、決算の行方次第で、まあそこまで行くかどうかってとこですね。はい、この段階で上がりすぎると年末上げきれないような気もする。だから決算次第ですね。一応また円安に戻って148円近辺まで来てるんで、ドル円がね、このまま行ってほしいよね。ゴールデンクロス見えてるからね、このね、バンドオフだもんね。バンドオフ終了のサインまで上がってくるんでしょ。100日と5日移動平均線のゴールデンクロスが目先ドル円に関して入るから、そうなってくると、それでまだバンドオフ中ならば、まだなんか下がってる来る兆しは今んとこないよねって判断なるよね。はい、ユウさん、COTA さん、私も売るのもう少し我慢します。ありがとうございますって。明確に下がってくるなっていう動きがしたら話すかもしれないけど、基本的に俺も持ち越してるよ。売るやつは売った。隔離のものは。日経平均の上昇についてきてないような銘柄で、中途半端に上げてたやつかな。それに関してはもう一旦手締まった。で、勝負してる銘柄とか、含み益増し増しとか、高配当銘柄に関しては、2月に向かって落ちたとしても、また買い戻そうかなっていうふうに思っているので、それは放置してる。
はい、含み益がベラボニアリアスに関しては売ってない。 30% とか 40% とかで、そういった含み益があるやつに関しては多少下がったとしても高知れてると思ってるんで、それに関しては放置。はい、まあ日銀発表後の動きが気になるって、まあね、うん、三本さんかな、5938、リクシルを1703円で、1000株保有しております。中長期ですね。リクシルに関しては。はい。PBR も割安っていうか、確か1倍当てたと思うし、1700円ぐらいで買えてるんだったら長期っすね。はい。目先短期でやらないと、方がいいと思います。はっきり言って。リクシルやるイコール中長期だと思ってるんで、リクシルやるんやったら中長期だと思ってるんで。で、このまんま移動平均線が、まあ、25日ラインとか長期のラインが上向いてきてるんだけど、200日ラインと断続的なゴールデンクロス形成を将来的に決算通過後無断に形成してくるならば、その後いいことが起こりやすいかもしれないね。200日と断続的なゴールデンクロス形成が長期のラインが入ると、その後いいことが起こりやすいんですよ。逆もしっかりね。こういった形で200日と断続的なデッドクロス形成を組んじゃうと、その後って悪いことが起こりやすいんですよ。こういった形でね、200日と長期のラインが断続的にデッドクロスをどんどんとやった後は悪いことが起こりやすいんですよ。逆もしかりだよね。で、それが入ってくると、トレンドが一気に変わったってところで上げてくる可能性があるから、そのパターンになるかどうかですね。まあ、とりあえず決算近いんで、そこをこなしてからなんじゃないんですか ?1 月末です。はい。リクシル配当成功ぶっ飛んでるよねって。ぶっ飛んでる。はっきり言ってぶっ飛んでる。でも高いですよね。まあ、今後の回復に期待ですね、リクシルもね。レモンティーさん、3月高配当高くてまだ買えてないって。あ、そうなんだ。高配当買えてないんだ。先月の段階で買えてなかったってことなんかな。はい。高配当銘柄上げすぎって、そうだね、ホライゾン55さんね。僕もその高配当銘柄結構仕込んでる言ってたじゃないですか。昨年投げられてるやつとかも特にね。なので、高配当銘柄の含み益マシマシっすね。最高っすね。あと半導体株もついて、一旦だれたところからまた上がってきてるから、そっちも伸びてきてる。で、一個、含み益がちょっと飛んじゃってるのがあるから、それどうしよっかなと思うんだけど、まあ基本まあそのまんまでいこうかなと思ってるかな。はい。ってやつに関しては。積水ハウスにアメリカ投資先越されたねって。アメリカ投資先どういうこと?どういうこと?俺ちょっとあれ、わからん。ホライゾン55さん、タコ足って、そうだね。タコ足銘柄ですね。武田とか、ああいったところもあれだし。いっちゃんさん、ビジョンから7956長期です。動いてないんじゃない?全然。中国関連銘柄だからね。はい。これこれは下落方向に万読中なんで、万読っぽい動きしてるんで、でもこれ中長期だと思う。目先短期で考えたら、あかんような感じするけどね。時は RSI マックで中途半端だからね。RSI の下で抵抗ラインも割ってきてるから。ちょっとトレンド弱めだよね。日経平均の上げに対しても逆で動いて、上昇の可能度全くないので、時間かかると思った方がいいと思います。目先短期でやると、この銘柄時間かかると思ってやった方がいいと思います。中長期っすね。まあ、業種的なところで言うと、必要とされるところなのであれなんですけど、少子、高齢化であったりとかね、中国関連ってところで弱いっすよね。はい。何?買い取りで上がるとは思わなかった積水って。買収でね。配当好きじゃん。みゆさん、ピジョン、旧ニーサで持ってる塩漬け中って、でしょうね。もうこれ結構時間かかると思うね。今、まあ、とは言っても配当利回りが高いから、で、まあ、下がったとしても配当もらいながらやっていこうかっていうふうに考えられ、持てる、するけれども、あの道夫さん、チャイナスパイラルに巻き込まれるピジョンって中国関連銘柄弱いよね。だけど爆買いはすごいよね。ディズニーランドとか、あとディズニーランドなんかな?なんか中国の方が転売屋かなんかが大量に買っていくわけでしょ?俺なんか TikTok で流れてきたんだけど、すっごいね。で、なんか今はディズニーランドもあれなんでしょ?乗り物乗れないでしょ?なんか前まで乗れるみたいな感じだったんだけど、3ヶ月、4ヶ月前ぐらいは。はい、どういうことって?なんか乗れないらしいよ。もう、なんかチケットかなんか取れないと乗れないでしょ?そんだけ多いらしいっすね。サウさん、私はソウさんを知る、ずっと前にピジョンを100株3148円絶賛塩付け中です、涙って。
もうでも100株でしょ、いいんじゃないの、100株だったらそこまでそのあれだと思う。というわけで皆さん、今日はその日曜だしこんぐらいで終わっときましょうか。23時、まあ1時間ぐらい話したかな。とりあえずその個別銘柄の動きとか少し分析したんだけども、ここから PR16 倍抜けてさらに上がってくるかどうかに関してはイフですわ。はっきり言ってなんとも言えへん。まあ決算シーズンだから個別でね上げ下げしてくるんだろうけど、当然上がるやつは上がるんだろうけど決算で。でもはっきり言って日経平均は PR16 倍抜けて 16.5、17倍上がってくるのってなってくると、コロナショックの時でもあれだった、あれだったわけじゃないですか。コロナショックの時あれは異常だったかな。ちょっと違うか、ラインがね。でも、行くかどうかはわからんよね。はっきり。やっぱ CPS の切り上げ必須なのかなって感じがする。とは言っても日経平均先物が300円上げてるし、今回の決算シーズンで EPS が切り上がってきたらね、目先の日経平均の割高の修正とか行われてもうちょっと上がってくる可能性もあるから、そこも踏まえて持ってるものは持ち越してる。で3月に向かって高配当銘柄が2月、もし日経とか全体下がったとしてもまた3月に向かって復活してくる可能性があるから、しっかりと高配当銘柄2月もし落ちた段階で拾えるかどうかわかんないけども、いざ来た時の準備だけはしておきましょう。もう1月相場終わりなんで、もう1月21日です。あと1週間ちょっとで今月もおしまいで、決算シーズンで2月3月相場もうすぐですわ。もうここからは、で、後輩と銘柄、半導体価も上がってるんだけど、そっちの方も、まあ、チャンスがあったら狙っていきたいよねってところで認識しとってください。最後によかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押しておいてほしいのと、あとメンバーシップで、今日6人ぐらい仲間増えたんだけど、もし、今以上に力をつけたいって人がいたら、3ヶ月 20% オフクーポンが動画の下の、この概要欄の方にありますので、この下の方にね、よかったらそれ使ってから、まあ、メンバー入りしてもらえるとありがたいので、よろしくお願いします。というわけで、お疲れさんです、皆さん。撤収や！お疲れさん。疲れた。お疲れ。